ブルックフィールドプレイスはアメリカ合衆国ニューヨークのローアーマンハッタンにある4棟の超高層オフィスビルといくつかのビルからなる施設である。2014年まではワールドフィナンシャルセンターと呼ばれ日本語での表記はニューヨーク世界金融センター WFC と略されることもあった。カナダのトロントに本拠を置く大手不動産業者ブルックフィールドアセットマネージメントの子会社 ブルックフィールドオフィスプロパティーズが WFC を取得しており、さらに2013年には北に隣接するニューヨークマーカンタイル取引所ビルも買収し、WFC に組み入れた。2014年に現在の名前になった。これらのビルの立つバッテリーパークィ地区は埋め立て地で東隣のワールドトレードセンター建設の際に出た土砂や瓦礫で造成された場所である。 ワールドフィナンシャルセンターコンプレックスは、カナダのトロントにあった世界的な不動産会社、オリンピアヨークが開発に着手し、1985年から1988年にかけ、数多くのオフィスビルを手掛けているシーザーペリの設計で建設され、近くにあるウォール街の金融機能の一端を担うビルとして多くの金融機関本社が入居した。 2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件でツインタワーが崩れ落ちた時の爆風と落下物によってワールドフィナンシャルセンターも大きく損傷したが2002年5月には元通りに補修が完了し通常業務が再開された施設内にはウィンターガーデンと呼ばれるガラス張りの大きなドームが中央部にありスターバックスコーヒーやギャップなど隠し店舗が 集まっているほか、ヤシの木々が並ぶ、憩いの場になっている。ビル内には、メリルリンチ、アメリカンエキスプレス、ダウジョーンズ、ウォールストリートジャーナルなどの大手企業のオフィスがある。2008年に経営破綻したリーマンブラザーズも2001年まで入居していた。以下は、現在のワールドフィナンシャルセンター内の企業の入居状況など、ありがとうございます。